言って。おはぴよー、どうも、ひなぴよーです。それでは本日も、蛇の命、ハードモードの続きやっていきたいと思います。ちょっと、今、右の口の奥の方にでっかい口内炎ができてしまって、今日あんまり上手に喋れないかもしれないんですけど、むしろいつもよりもこう、ちょっとゆっくりめにセリフを喋ることで、聞き取りやすくなるかもしれないという、ちょっとした希望にかけて実況を撮っていこうと思います。では、早速続きやっていきましょう。とにかく、真犯人は旅館側で決まりなんだから、さっさと旅館側が振り込め。だから旅館には払える金がないんだよ。財政難だって言ったろ。ああ、久々の異議。これは、従業員が一人いなくなってるから払えるんじゃないですかってことよね。異議は発動しました。久々の異議だよ。総力戦の予感だよ。いいぞ。殺し合いをしてでも、ババアに金を振り込ませるんだ。だから無理なものは無理なんだよ。財政難な上に、明日は従業員に給料も払わないといけないんだから。旅館が7770ゴールドを工面できる証拠を提示しよう。殺害されたのはヘビ従業員。被害者はヘビ従業員？そうか、死んじゃった従業員分の給料が残ってるから、旅館側は脱出資金を振り込めるはずだよ。ヘビ従業員の給料でも、7770ゴールドには足りないんだよ。足りないんだよ。あれ？そうなの？あれ、前回って足りるって話じゃなかったっけ？そっちのヘビ従業員の給料が7000から8000ゴールドと言ってたじゃないか。同じヘビ従業員でも給料が違うんだよ。はあ。あ、シェフだから、ちゃんと働いてくれてる分、給料が高いってこと？なんか確かにその、あれだよね。ヘビ従業員の方は結構サボり癖があるみたいなの前回言ってたよね、確かね。死んじゃった方のヘビ従業員は、シェフより給料が安いからね。そりゃそうだ。まあ当然ちゃ当然のことなんだが。おい、早く持つんだぞ。どうすんだこれ。あと一歩なんだけどな。シェフじゃない、ヘビ従業員、本当のことを言ってくれよ、頼むから。ついに切り出さなくてはならない場面が来てしまったようです。自分から名乗り出るまで待つか。もう黙ってたけど、本当のこと話すよ。ムカデに殺されたヘビ、本当はシェフの方なんだよ。だからそのシェフの給料でもうみんな脱出できるんだよ。死んだヘビがシェフってことは、お前が役立たずの方のヘビ従業員ってことか。そうだよ、シェフというのは嘘だったんだよ。なんで経歴詐称みたいな真似してたんだ。どうせシェフになりすませば給料が上がるって簡単だろう。いや、本当にそうなのかな。まあそれももしかしたらあるかもしれんけどさ、ムカデじゃあるまいし、ハンターじゃあるまいし、そんなヘビ従業員小汚い考え方するかな。ああ、ほら、給料額の問題じゃないよ。ほら、お前らと一緒にすんじゃねえよ、バカ。シンプルな暴言を吐いてしまった今。ずっとシェフに憧れていたんだよ。そして自分もシェフみたいな完璧なヘビになりたいと願ってたよ。それでシェフが死んだのを機にシェフになり変わろうとしたってわけね。そうだよ。だけどシェフの代役は絶対無理だと気づいたんだ。シェフは死んでもなお完璧なヘビだったんだよ。自分の身を犠牲にして他の客が毒温泉に入るのを防いだのもシェフだよ。食材の命が無駄にならないようにパスタを大量に作り置きしてたのもシェフの意志だと気づいたよ。そして自分の命を粗末に扱ったのは自分の給料をみんなの脱出資金に充てるためなんだよ。そんなシェフの完璧さに気づくほど悲しくなっていったよ。
気持ちはわかる気もするな。劣等感を抱いていたんだね。だけど、一番悲しかったのは、長年一緒に働いてきた旅館の人誰からも、シェフじゃないことに気づかれもしなかったことだよ。実は、あんたがシェフじゃなかったことくらい、最初から気づいてたんだよ。え？気づいてたのになんで黙ってたのよ。シェフが死んだことを客に知られたら、名物のパスタがなくなったことも広まっちゃうじゃないの。まあ、旅館の都合でってこと？結局お前が一番商売目的だけのクソババアだったんだ。今となってはパスタしか取り柄のない旅館だからね。こうなったら乗りかかった船よ。本当にシェフとして生まれ変わりなさい。これからみっちりパスタの修行だからね。頑張るよ。あ、ヘビ従業員かっこシェフが本当になったんだ。はぁ、あ。なんだろう、なんか切ないね。これからはちゃんと自分の足で、その座に堂々と君臨すればいいのよ。おい、そこのヘビ従業員。何も無能であることを恥じる必要などない、と無能の刑事がおっしゃっております。ヘビが無能なのは当然のことだからな。胸を張りたまえ。ええ、その通りです。それに人間にも無能は存在しますからね。絶対刑事の方を見て言ってるでしょ。とにかくこれで旅館が金を振り込めることは立証済みだ。わかったよ。振り込むわ。これでようやく呪われた旅館ともおさらばか。ちょっとこの ATM、ちゃんと作動しないじゃない。おいおい、振り込むのが嫌になって故障のふりしてんじゃねえだろうな。急な停電が2回も起こったのだから、不具合が出ることもあるだろう。停電が、2回？あ、刑事が疑問を抱くのか、これに対して。あ、あ？いや、停電は2回あった。あ、ん？いや、そうだよ。なんで知ってるんだよ、停電が2回も起こったことを、ブラックドクターが。おかしいだろ。刑事はだって知らないんだよ。刑事たちが来る前に、停電が1回目起きてるんだから。いやー、ここちょっとボロ出したね。いや、いいよ、いい傾向だ。玄関も裏口も脱出方法が途絶えてしまった。しかし、まだ諦めるわけにはいかない。ここから逆転の脱出方法があるのでは？え？脱出方法が、あ、これはあれか？超電磁ドリルの話かな。ちょっと逆転の発想してみるか。脱出ルートがなくなったのなら、脱出ルートを強引に作ってしまえばいい。脱出方法がありますって言っとくか、じゃあ。他に脱出方法がある？どうやって脱出するのよ。残された脱出方法、もうこれしかない。これだ、ドリル重機。あ、間違った、私さっき超電磁ドリルって言った？じゃあ間違っちゃった。ドリル重機、これのことですね、多分ね。それは地下を掘るのに使われてたというドリル重機。そうか、ドリル重機で強引に壁を掘って脱出するってことだね。ドリル重機なら旅館の地下にあるわ。まだ作動するはずよ。まさかあの役立たずのドリル重機が。ドリル重機ってめちゃめちゃ言いづらいな、やっぱり。まさかあの役立たずのドリル重機が役に立つことになるとはね。残しておいて正解だったよ。これで役立たずからの大逆転だよ。地球地下に向かいます。だけど欠けてるんだよね。ドリルの先端が壊れてるわ。先端だけじゃなくて、作動さえもしなくなっちゃってるよ。あ、そうなんだ。こんなんじゃ脱出は無理だな。まったく、温泉は掘れない、脱出もできない。役立たずはいつまで経っても役立たずだね。ああ、いや、切ねえ。ちょっと、最後の希望は絶たれてしまった。だって、ヘビ従業員はさ、役立たず役立たずって言われてて、そのドリル重機も多分だけど、
役立たずって言われてたから親近感を持ってたんじゃないのかな。それの3点リーダーなんじゃない、さっきのやつ。いや、切ないんだけど、なんか、もう感情移入しすぎちゃうんだけど、あのヘビ従業員に私。呪いの旅館に残された謎。金の扉を設置した真犯人。夜中にヘビメタを殺害した真犯人。そして、命の救世主 X の存在。これらがすべて一直線上につながれば、そして、ここまでのすべての事件が黒幕の計算通りに動いている。かどうかは怪しいところだが、いや、まあ、全然多分違う方向に行ってると思うからね。旅館爆発まであと半日にして、ついに最終決戦が開幕する。行動を選択してね。じゃあセーブします。はい、セーブして。まだじゃあ取れそうかな。まだ全然大丈夫そうだね。じゃあセーブしてまた続きやりましょうかね。リップルームだよ。従業員や特別な来客用の部屋だよ。あれ、なんでおかみさんがなんか捕まってんだ？今回の監禁騒動だが、やはり怪しいのは旅館側だ。客に7770ゴールド振り込ませるために金の扉で監禁したと見て間違いないだろう。だから金の扉は知らないっての。監禁の件だけじゃねえぞ。人工温泉の件、耐震偽装の件もあるからな。そのババアが真犯人確定なんだから死刑にしちまえよ。真犯人は爆弾も仕掛けているのだよ。その真犯人を処刑してしまったら誰が爆弾を解除するのだね。旅館に仕掛けられた爆弾のタイムリミットはあと半日だったね。だから爆弾を仕掛けた張本人をこうして閉じ込めておけば、爆発前に自供せざるを得ないだろう。自供も何も、金の扉も爆弾も知らないっての。それに言わせてもらえば、警察だって十分怪しいけどね。昨夜ヘビメタが殺害された直前だって。そういえばヘビメタ殺害直前に警察は地下をガサ入れしてたって話だったわね。ええ、その通りです。つまり我々にはヘビメタ事件のアリバイがあるというわけです。ここに関しては、この地下のガサ入れ情報っていうのが明言されたことにより、ハンター殺害事件の時の犯人っていうか犯行がその地下で行われた時みたいに、ヘビメタも地下で多分こう電力操作室みたいなところで操作して殺したっていうのが有力っていうか、多分それが真実だろうね。そうだ。そんなことより今までの事件を整理する必要がある。まず、3枚の扉で監禁された件。手前の木の扉を設置した犯人は、ハンターです。そうだったよ。ハンターだったよ。土の子を逃がさないためとかおかしなこと言ってたよ。なんか土の子のことを言うとき、いつもこのヘビ大型種がさ、ハンターのことバカにするよね。過去のことごたごたうるせんだよ。見た目に反して懐の狭いヘビだな。それから鉄格子を設置した犯人は、旅館のおかみです。そうだね。鉄格子はバールを消耗させて地下の人工温泉を隠蔽する目的だったよ。残る金の扉もどうせ旅館側の仕業だろう。だから逆よ。旅館側は被害者側なんだって。こっちはヘビ従業員じゃなくてシェフを殺されてるんだからね。そうだよ。そのシェフを殺した犯人は確かムカデですね。そうだったな。ムカデの毒殺による犯行だ。確かに毒殺はしたが、その毒で自爆死するなどと、虫けら界の恥さらしになるような事態は避けたぞ。そうね。まあ、その死を回避した代わりに、ポイズンスネークが死んじゃったんだけどね。ムカデが殺人犯だったってことは、ミミズ真犯人説もあり得るわね。虫けら同士が結託して起こした一連の騒動じゃないのかい？なんだとクソババ、今殺してやろうか。公開殺害予告じゃねえか。こいつも逮捕でいいんじゃないの？うちのシェフがムカデに殺されたように、今度はおかみさんがミミズに殺されかねないしね。鉄格子で隔離されているから平気だろう。いやー、ミミズに関しては毒は効きませんよ。そうだよ。鉄格子に塗られている毒はあくまで蛇対策用だよ。ムカデ同様、ミミズも鉄格子をくぐり抜けられるからね。それでは、押収品の包丁を置いておこう。もともと旅館の備品だしな。もしミミズが侵入してきたらこれで撃退したまえ。
おい、一番の容疑者に凶器渡してんじゃねえよ。鉄格子で隔離されてるから平気だろう。あくまでミミズが侵入した場合の自己防衛用だ。その包丁は過去の事件で使われた凶器だったね。その凶器で犯行に及んだ人物は確かハンターですね。そうだよ、ハンターが旅館の台所から持ち出して温泉で蛇を殺害した凶器だよ。だから過去の話をいちいち持ち出すんじゃねえよ。そしてそのハンターの部屋で深夜ヘビメタが殺害されてたのよね。その事件で使われたとされてる凶器は、包丁、超電磁ドリル、毒瓶、時計型麻酔銃。俺全部違うんだよな。一応まあ超電磁ドリルって言っとくか。そうだね、超電磁ドリルだったよ。電気属性でヘビ専用装備って話だよ。そういえば押収品の超電磁ドリルだが金庫に保管していたのに何者かに盗まれていたのだよ。ギク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 。売っちゃった、テヘペロ。え、凶器が盗まれた。警察のくせに木の扉級のガバセキュリティだね。そうね、バールで壊せたからね、あれね。おい、木の扉ディスってんじゃねえぞ、ババア。何、木の扉愛好家なのか、君は。あー、やばい。バラされてしまう。この従業員は私が売ったことを知ってるからね。まあ、超電磁ドリルを盗んだ者が凶悪犯と見て間違いないだろう。だったらその凶悪犯はヘビで決まりだな。なんでヘビなのさ。超電磁ドリルは尻尾装着型のヘビ専用装備って話だったよな。つまりそのドリルを用いて犯行に及ぶ可能性があるのはヘビだけだ。尻尾装着式なら同じような尻尾のネズミって言うそうになっちゃったわ。尻尾装着式なら同じような尻尾のミミズやムカデでも装備できるんじゃないのかい。まあ装着する程度なら可能でしょう。ミミズかムカデに使いこなせるかは別として。ここでひらめいちゃうわけね。おかみさんのことを殺害する計画をね。他に何か変わったことなどないかね。そういえば玄関の雪崩だけど一箇所だけ欠けてたような気がするよ。欠けてた？溶け出したわけじゃなく欠けてた。雪崩が溶け始めたってことだろう。朗報ではないか。溶けてるというより一箇所くり抜かれてるような減り方なんだよな。それに溶けるどころか雪崩全体が固まってるような。あー、欠けてたね。てかこんななんか雪だるまパンパンだったっけ。そうか、あ、もう全然なんか覚えてないわ。気のせいだ、仕事のサボりすぎで感覚が麻痺してるだけだろう。本当なのにな。まあ、溶ける気配がないっちゅうことよね。そんなことよりあんた、パスタの修行すること忘れてんじゃないでしょうね。パスタの修行って言われても食材が不足してるからな。食材なんてその辺のネズミやカエル捕まえてくれば問題ないでしょ。もう機密事項も何もあったもんじゃないわね。それからこの金の鉱石もあんたに預けておくわ。大切に預かっておくよ。ムカデなんかに取られちゃダメだからね。長らくといらねえわ。あ、取らねえわだったわ。いやー、まずい。このヘビ従業員が逮捕されたら次はゲームオーバーになるってやつでしょ。このブラックドクターの悪い顔よ。ほら、ここからはヘビ従業員が逮捕されると一発でゲームオーバーになります。では話し合いはこれにてお開き。この後は旅館女将の所持品検査だったな。いえ、もうどうでもよくなりました。俺そのうち自殺しちゃうかも。刑事の扱いが本当に今回ハードモード存在なんだよね。かわいそうになってきちゃったよ。ちょっともういいように操られてるだけだからね、この人は。超電磁ドリルが行方不明のまま話し合いが終わりそうです。発言内容を選択してね。超電磁ドリル所持者を今炙り出すべきだ。調査費用が欲しい。最、どう最近。最、ど、最近どう。なんだここ。これにてお開きとする。今持ってるのは、今は店にあるんじゃないのか。まだミミズ買ってないんじゃないかなと思うんだけど、違うかな。まあお開きでいいんじゃない、素直に。あ、でもだったら言っとくか。こっち、最、ど、最近どう。
ついに出たよ。一度隠れようとした系最近同支持者だよ。潔いのか潔くないのか分かりづらいタイプの最近同支持者だよ。出た、なんとかのタイプの。話し合いが中途半端なまま宿泊部屋に戻ります。はい、じゃあ一旦セーブして、時間的にはどうですか。まあ20分ぐらいか。ちょっとじゃあ探索して、次の議論始まる前に終わるって感じにしようかな。じゃあちょっと探索しましょう。ハンターやムカデに比べたら旅館おかみさんのやってることって全く悪くないと思うのよね。そうね、本当にそれはそうなのよ。だからなんでその野放しにされてんのかマジでわからんっていう。あれ誰もいないねこの部屋、なんでだ。メロンソーダは別にいいや。ここまだあれないかな、お金ないか、もうないか、さすがに。あ、いないね。あれ全然いないね。てかめちゃめちゃ食べ物あるじゃねえか。メガラーメン、食欲が、あ、なるほどね。特大ケーキ、あ、なるほどね。これは豚の丸焼き、わー、腕力プラス10、わ、魅力的。まあ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 、うん、他にもね、美味しそうなものあるかもしれないから。いつかヘビボールを集めてポイズンスネークを生き返らせるよ。あー、そうだよね、一緒に泊まりに来てたんだもんね君たちはね。いやー、一緒に来た人が死んじゃうってすごい嫌な気持ちだろうな。やったぜ、金だ。800ゴールド、500ゴールド。いやー、ムカデさんなんかめちゃめちゃなんか儲けてるらしいですね。アウトロー方式なんで全部いただきますけどね。じゃああれだね、この部屋はもうこの人たちしかいないんだ。ほいほいほい、あ、いるね。お、この欠けた雪崩の真相がさっぱりつかめないな。なんでこれミスリードの演出になってんだろう。誰がどこに持っていったのか、真実にたどり着くのはまだまだ先になりそうだよ。なるほど。いや、めっちゃ経験値くれるじゃん。あ？欠けた雪崩の真相がさっぱりつかめてない、誰がどこに持っていったのか真実にたどり着くのはまだまだ先になりそうだよっていう発言がミスリードってこと？なんか違うんだろうな。わからないことがあったらとにかく電話機を利用してね。あれ？なんだろう、なんか違和感あるけど、わからない、その違和感が。最後のバールも販売する方針になったわ。買っていってね。換金アイテムあったっけ？ないよね。ムカデさん、チース。最後のバールが再販されたけど、ハード税だとかでちゃっかり値上げしてやがる。あ、そうなの？いくらで売ってるんですか？2590円になってる。あれ2500ゴールドだったよね、確かね。なんちゃっかり微妙に90ゴールド値上げしてんのウケるな。他には誰がどこにいるかな。温泉の方にも誰かいるかな。あー、誰もいないってか、あれだね、あのお湯なくなってるね。まあ毒だったからってことよね。これはピザ。あー、 HP1 プラスされんだ。へー、地下に誰かいるかな。あー、いるわ。あ、金いっぱいもらえそうだからちょっとここ行こう。まあ5ぐらいいいでしょう。1000ゴールド、500ゴールド、800ゴールド、500ゴールド、800ゴールド。いいね、美味しい美味しい。あ、ここも記録できるんだったね、そういえばね。はい。嫌なことがあるといつもこのドリル重機の部屋で休むんだよ。同じ役立たず同士、慰め合う気分になれるからね。ほらー、もうやばい、さっき言ったことドンピシャすぎる。なんかそんな要素今まであったんだっけな。なんか役立たず役立たずって結構さ、ワード印象に残ってたんよね、こうやプレイしてて。いやー、君も役立たずかみたいな、俺と同じだねみたいな、そういうことでしょ。なんだこの関係性は、エモすぎる。いや、いつかね、このドリル重機も役立つ時が来てくれるといいんだけど、でも動かなくなってんだもんね。動かないドリル重機はさすがに鉄の塊か？凶器の電磁ドリルが盗まれたらしいから、
不安で食事があまり喉を通らないよ。あまりっていうことはどれぐらい通るんだろう。普段通る量の、まあ、3分の1くらいってことなんかな。結局、このやつ無理やりこじ開けたはいいけどさ、まあ金いっぱいあるからあれだけど、ちょっとね、HP めちゃめちゃ減らすのちょっともったいないから、今はいいやって感じなんだよな。お金に困ったらここに来よう。で、まだ捜索してないのこっちか。あ、間違った。ちょっと待って。はい。ちょっと待ってよもう、はい、これでいい？あ、で、ここでミミズがいるんだな。ババアの部屋の包丁に対抗できるもっと強力な武器が手に入れば。で、これで手に入れるわけだね。ブラックドクターどこにいんだ？いた。人間が本気を出せば蛇ごときに推理では負けはせんよ。逆転効果という最先端のワードを知っているかな？これは、言ってたよね。毒と、消毒薬の話だったよね。うん、解毒剤とで相殺し合う効果を逆転効果。で、あ、ヘビ撃退マシン、ここ。まあ、なんかある。あ、これ手に入れられんじゃね？エリクサか。なんだ。消毒薬かと思ったよ。研究レポート。そっか、研究レポート結構見たいが、ブルルル、ビール、レベル10だから飲めない。まあ、最後のバール買って、じゃあ、最後のバール買っちゃいましょうかね。1個でいいかな？とりあえずは1個でいいでしょう。これさ、おかみさんの部屋開けれないのかな？鉄格子は開けれないよ。凶悪犯のババアが包丁を持って襲いかかってくる危険があるからな。あ、そうか。これ開けさせてもらえないのか。なるほどね。じゃあ、開けるか。はい。まあ、HP がちょっと少ないが大丈夫でしょう。一応セーブしとこうか。はい。で、こうなるんだよね。大変だ！事件だ！ピップルームに死体が！あ、おかみさんは変わらず死ぬのか？ピップルームで事件が起こったらしいよ！今すぐ駆けつけるよ！至急ピップルームに移動します。はい。なるほどね。あれ？ロープがピンクじゃないね。今回は、あれ？あ、そうなんだ。ピンクじゃないんだ。ミミズかと思ったけど。うちの、おかみさんが、首吊り！おいおい、このババアが一万の容疑者じゃなかったのか。いきなり推理パートに突入します。検視の結果、見ての通り首吊りが死因ですね。外傷も一切ありません。首吊りが死因となると、やっぱり自殺なのかな？いや、旅館の女将が自殺する理由はないはず。まあ、うん、こういう状況だからね、死にたくなるかもしれんけども、だってこれからはシェフになってもらうわよって言って、ヘビ従業員のことを、こう、鼓舞してたくらいなんだから、死ぬつもりさらさらないでしょ。自殺じゃないと言っても、部屋には鉄格子。つまり密室だったのよ。鉄格子があってもくぐり抜けられる者がいるではないか。くぐり抜けられるといえばムカデか。またムカデの犯行のようだな。鉄格子をくぐれて、俺よりもババアの殺意が高かったやつがいただ、言えない。鉄格子をくぐれて、俺よりもババアへの殺意高かった、キャ鉄格子をくぐれて、俺よりもババアへの殺意高かったやついただろうか。いや、まあ、ミミズくんですわ。そうだぞ。ミミズも鉄格子をくぐり抜けられるし、ババアへの殺意もあったからな。その張本人、ミミズが見当たらないようですが。だったらミミズの犯行で決まりよ。おかみさんを殺して逃走したのよ。
そのロープごと下ろせば簡単に真相が見えたりしねえか？ダメだ。現場保存が最優先。証拠を隠滅されるかもしれないだろう。下ろしたがらないね。とにかく犯人はミミズ。ミミズが鉄格子を侵入後ロープでお上の首を絞め、殺害し逃亡した模様。いや、思い出そう。フロントの用具入れにあるロープが出火原因。あ、そうだね。はい、片っ端からだからロープもうないでしょってことよね。はい、始まったね。ヘビ探偵が何か気づいたみたいだよ。ロープで首を絞め殺害、何がおかしいというのだね。放火騒動。そうだよ、確かロープは前日にハンターが全部燃やしちゃったんだよ。またバカにするのかなって、このヘビ大型氏は。ってことはそれロープなのか。怪しいな。何を言ってる、色も普通のロープの色ではないか。それに関しては異議はないが。確かにロープの色は普通の色だな。色が普通だろうが、ロープがなくなってるのにあること自体おかしいって話だろうが。いや、いいね、ハンターくん。君いいよ、役に立ってるじゃん。ロープの1本や2本、非常用の予備があってもおかしくないだろう。ロープの在庫の件だけじゃないよ。この部屋、ロープを引っ掛けるところもないはずだよ。引っ掛けるところもない？じゃあどうやって吊るされてるのよ。被害者の首吊りロープは天井から吊るされてるようだな。つまりロープがないから、代わりに天井から伸びるケーブルで首を吊らせたのだよ。うちの旅館、そんなとこからケーブルなんて出てないはずだよ。ケーブル配線の位置などいちいち覚えてるものではないだろう。確かに覚えてないな。ド派手なピンク色とかならまだしも、普通の色のケーブルだからな。ケーブルに対してなんだ、異議ありなしって。まあ異議しとく。そうだよ、こんな黄土色、ロープとしては普通の色だけど、ケーブルとしては普通の色じゃないよ。そういうことね。黄土色？そういやこんな色見たな。合成着色料のことかな。そうだな、この色、人工温泉で着色された蛇の死体に似た色だな。だったら誰が温泉で着色されたのかって話だ。今ここにいないメンツといえば、ミミズがいない。あー、外で救急車が鳴っていますね。行方不明者ってミミズが行方不明だけど。おいおい、それじゃあこの首吊りケーブルが着色されたミミズってことかよ。あー、へえ、今回着色されてんだミミズが。まあロープないってことは、やっぱこいつがミミズってことに違いはないだろうしね。刺さってるのも超電磁ドリルだろうから。おかみさん殺しの犯人かと思ってたミミズも被害者だったってことね。なんだか事件が少しずつ繋がってきたよ、ケーブルなだけに。いや逆だ、ますますこんがらがってきてるだろうが、ケーブルなだけに。もう顔がコンセントみたいになっちゃったよ、ケーブルなだけに。続いて遺書の茶番に入りそうなところであなたのターンになりました。行動を選択してね。いや、ここはじゃあ今日はセーブして終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。こういうなんか犯行のトリックとかもちょこちょこ変わってきてるの、すごいなんか新鮮でいいですね。やっぱ同じ推理とかだと、こうはいはい、こうでこうでこうですねってなって終わっちゃうからさ、こういう違う要素とかがあるといつまで経ってもこう楽しくできますね。ではじゃあセーブして今日は終わりましょうってことで、じゃあ次回に続きます。おつぴよでーす。バイバーイ。